はい、皆さんこんばんは。盆栽推奨員の松江です。今回は、五葉松でも一般的な、本五葉松と言われるもので、それと、宮島五葉松と言われる次五葉ですね。でこの2種類について、どのような、個体差があるのかっていうことについてご説明します。はい、それでは、説明していきます。これはまず宮島五葉松と言われるものです。宮島五葉松っていうのはね、いわゆる継御用と言われまして、継いであるんです。継いであるって言ったら何に継いであるかっていうと、黒松に継いであるんですね。でその宮島五葉松っていうのは基本継ぎでないと繁殖しにくい木なんです。でこの根元のところに、よくある宮島五葉松っていうのは、例えばこの黒松のこの土台に途中のところから宮島五葉松を継いであります。ですからこっからここまでの部分のところは黒松なんだけれども、こっから先端は五葉松 の枝ですね。それを、使って、継いである。で継いであるから、こっからここまでは黒松、こっからこっちは宮島五葉松っていうふうな感じで皮が全然違うわけですよ。でも、この木の場合は元継ぎといいまして、五葉松の根っこの一番下のところに継いでありますから、根元から宮島五葉松のこういうふうな幹になっているわけです。だからこう見ていただきましたら、ぐるーっと見ていただいても、あんまりこう黒松とね、宮島五葉松の差っていうのがね、よく分かりにくいです。でも他のね、五葉松見ていただいたら結構はっきりと線があって、ここから黒松で、ここから宮島五葉松なんだっていうのはよく分かると思います。で中にはこの宮島五葉松が、黒松と宮島五葉松の差が分からない木っていうのもあるんですけど、そういう木であればあるほど宮島五葉松としての、素質っていうのか、値打ちっていうのが高いですね。やっぱりはっきりとその継いであるところが分からないっていうのが一番いいです。でその普通の五葉松っていうのは、これは未生の五葉松です。でこれは種から作ってるんですよね。種からで今で15年ぐらいでしょうか。でまだ皮とかそういったものも全然来てません。でこれは種からスタートして、できてますから、これはいわゆる本五葉松って言われるものです。東五葉松、福島五葉松、四国の方の、剣山ですとか、それから、石槌山の石槌五葉松ね。でそういうふうな、いろいろ、五葉松でも種類はあるんですけども、そういうふうな中の、一つのものです。でその五葉松のこの、本五葉と言われるものの特徴は、ちょっと標高の高い山に生息してましてね、あんまりこう里山とかそういうところに五葉松っていうのは生えてないです。ちょっとこう標高の高い1000メーター2000メーターぐらいの結構高い 山のところに生えてまして、福島県とかね、そういった感じのところとか、結構東北地方の方に、自生地が結構五葉松っていうのはあります。関西とかそういったところでもね、姫小松と言われるような、そういうふうな五葉松の葉生のものもありますけれども、得てして葉っぱが少しね長いんですよね。でこの福島とかそういったところの東北の五葉松の葉生っていうのは葉っぱが短いので、非常に葉生がいいっていうことで有名です。でこの五葉松の、メリットっていうのは、やっぱりその根元からちゃんと五葉松ですし、葉っぱ自体も葉生の短いものならなおいいですね。葉っぱが短くて太いものならなおいいです。そしてやっぱりその葉生は美しさ、それと幹肌の美しさっていうのを五葉松は見るんですけども、これはまだね若いんですけど、古くなってくると非常にいい味になります。そして、宮島五葉松の方ですけども、この宮島五葉松っていうのは、この、本五葉松、これとどういう差があるかって言いますと、これは山の上で自生しますから、あんまり暑いところに生息すると、生息っていうのか、暑い街中とかね、それから田舎の方なんかでも、最近なんかって言ったら40度とかいうふうな温度になったりしますね。でその時に炎天下の太陽っていうのがずっと当たってると、五葉松っていうのは最近の傾向では弱るか、確率がすごく高いですね。うちなんかでも少しやっぱり真夏はこの本五葉松の場合は少し昼から日陰になるような感じのところとか、そういったところに置くようにはしています。やっぱりその一方、この宮島五葉松っていうのは非常に暑さに強いです。
根元がやっぱりクロマツの性質を持ってますから、それが強いっていうのもあるんですけど、この葉っぱ自体がね、ものすごくこの本郷松って言われるものに比べて非常に太いんですよね。太くてしっかりしてるんです。ですから太くてしっかりしている分、暑さにも強いし、まあ、あの寒さとかね、まあ、五葉松は寒さには強いんですけれども、暑さにも寒さにも強いですし、あと病害虫とかそういったものも非常に効きにくいですね。ですからこの宮島五葉松っていうのは非常に、まあ本当にそのね、ちょっとこう継いである点っていうのがはっきり分かるような木、分からない木があるんですけど、そういうふうな分からない木で非常に木味のいいものなら、まあ、この五葉松のね良さっていうのを、まあ、あのさらに、まあ、あの強く もっとあの丈夫な木です。ですから非常にこうあの暑いところとかね、育てやすいですし、初心者さんが今から管理してちょっと盆栽を始めてみようっていうふうな感じの方でしたら、この宮島五葉松っていうのは非常におすすめですね。持ち込みにもね非常に耐えますし、100年とかね200年とかそういった持ち込みにも十分耐える木です。はい、今回は、宮島五葉松と、本五葉松、この2種類の違いについてご説明しました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。